バグとは英語で虫の意であり、転じてコンピュータプログラムの誤りや欠陥を表す。ソフトウェアハードウェア開発における契約文書など法的な文書ではバグのことを可視と記述する。原因や責任の所在などが不明なものを特定性の低い表現の不具合と呼ぶことがある。またセキュリティ面に関わる脆弱性や欠陥は セキュリティホールなどと呼ばれることもあり、バグはこれらの原因の一つになり得る。多くのバグが含まれ、機能的に正常な役割を果たさないものを、バギープログラムと呼ぶことがある。なお、発生したバグを探して取り除く作業はデバッグと呼ばれる。プログラミング上の主なバグには、論理的なバグと誤気によるバグがある。論理的なバグは、プログラムの設計過程において発生する。 無限ループや計算間違いなどを引き起こし、時にはコンピュータを暴走させたり、逆に停止させたりすることもある。語気によるバグは、プログラムの実装過程において発生する。存在しない、プログラムの参照、意図した範囲を超えた、計算結果、数値計算の誤りなどを引き起こす。論理的なバグと同様に、コンピュータを暴走させたり停止させたりすることもある。他に、 オペレーティングシステム、デバイスドライバーあるいは仮想マシンなどの実行環境やコンパイラあるいはライブラリーやアプリケーションフレームワークなどの開発環境にバグが含まれていることによりアプリケーションソフトウェアにバグが発生することがある。2000年問題のようにソフトウェアが本来予測された対応年数を超えて運用された結果使用がバグになってしまったものも 環境依存のバグと言えるだろう。安易な修正は避けられる傾向にある。修正内容にバグを含んでいる場合や関連するプログラムがバグの存在によって正常に動作していた可能性があるためである。正常に動作しているものは触らない、寝ているバグは起こさないと言われる。しかし現実はハードウェアや言語の仕様では定められていない動作などを利用していて、 偶然うまく動いているだけという、壊れている多くのシステムを放置する言い訳として、このような主張がされることが多く、そういった場合には何が起きるかわからないから、ハードウェアの同等品へのリプレイスも、OS や処理系のバージョンアップも、セキュリティフィックスのパッチ当てさえもできないという、ますます危険になり続けているシステムが放置される、結果となる。バングは、英語からの外来語であるが、 この言葉はコンピュータの登場以前から機械装置の原因不明な不具合を表す不調として技術者の間で使われていた。例えば1878年にエジソンが同僚に宛てた手紙の中で彼は機械の不具合のことをバグと呼んでいる。また第二次世界大戦中にはレーダーの故障をバグと呼んでいたという記録が残っている。現在の米語では バグは、コンピュータのバグや虫の意味の他にも、動詞として、人を悩ませる、イライラさせるという意味でよく使われる。コンピュータのソフトウェアに、間違いが入るという概念自体は古く、その起源は、チャールズ・バベッジによる、解析機関にまで遡る。解析機関のプログラミングを担当したエーダ・ラプレスは、すでに1842年に残したメモの中で、 計算手順を示したカードの入れ間違いにより誤った計算結果が得られる危険性を示唆していた。コンピュータの中に入り込んでいた虫のおそらく最初の写真。コンピュータに関しては、グレース・ホッパーがハーバードマーク2のプロジェクトで働いていた時にバグとして本物の虫を発見したという話がある。不調になったマーク2を調べたところ、事例の間に 虫が挟まっていたのを別の技術者が発見した。彼女はこれを作業日誌にテープで貼り付けて本物の虫がバグとして発見された最初の例と書き残した。この日誌は米海軍歴史博物館に保管されている。他にもシェイクスピアのヘンリー4世で今わし、着物という意味で使われていたバグという単語に由来するという説もある。 プログラム上の欠陥を虫に見立てて呼ぶようになったという説もあるが、これは誤りとされている。通常、ソフトウェアが使用通り正常に動作するかどうかを確認するソフトウェアテストを実施し、その過程でバグが発見されればソフトウェアを修正した上で再びテストを実施、使用通りに正常に動作するよう仕上げていくことになる。しかし、ソフトウェアに バグが存在することを立証するには何か一つの手順によって再現させるだけで良いがソフトウェアにバグが絶対に存在しないことを立証する方法は数学的に存在し得ないのである程度の複雑さを持つプログラムにおいてバグの数を例に近づける以上のことはできない仮にソフトウェアテストで存在を証明された基地のバグをすべて除去したとしてもそのソフトウェアに 他のバグが一切存在しないということにはならない。エドガーダイクストラは以下のような格言を残している。プログラムテスティング can be used very effectively too, show the presence of bugs but never t o show their absence. 実際に近年の OS など膨大なプログラミングを必要とするものにはバグのないソフトウェアはないと言われている。 もしすべてのバグを完全除去したソフトウェアを作成しようとした場合、製品の開発、デバッグテストからリリースまでに膨大な時間とコストがかかってしまい、開発費用を回収できなくなってしまう。このため、ソフトウェアメーカーの多くは、ある程度のバグが残っていても、致命的な不具合や主要機能への影響がなく、また別の回避策があるなどの想定範囲内のバグで、あれば、 基地の問題点としてユーザーに告知した上でリリースしたりしている。例えば銀行のオンラインシステムなどは社会基盤を支える重要度の高いシステムであるが年に数度ダウンする程度が目安となる。それ以上の品質を確保するよりも問題が顕在化した時点で対処した方が費用対効果の点で有益であると判断されるからである。出荷後は開発元が想定。 考慮していない操作を行った際にバグが発見されることが多い。メーカーのプログラマやテスト担当者は専門家としての知識、経験があるため無意識のうちに危険な操作や負荷のかかる操作を避けてしまうことも多く、逆に想定外の操作により発生するバグの発見はしばしば困難である。このようなバグは専門知識のない一般利用者が使用することで発見されることも 少なくない。近年では、バグが残っていることを前提にした上で、最新の機能や修正した機能を搭載したソフトウェアをアルファ版やベータ版として、一般利用者に使用してもらい、報告されたバグを正式版までに修正するという手法もよく取られる。特にセキュリティ上の脆弱性や、致命的なバグの発見者に対して報奨金を支払うベンダーもある。また、 ゲーム製品などでは、素人の一般人に使用してもらい、バグを発見する専門の仕事もある。また、最近では本来想定していない動作ではあるが、基本動作に影響がない場合に、使用としてしまうこともある。バグ修正や、機能追加によって、ソフトウェアに新たなバグが混入してしまうことを防ぐには、既存機能が、使用通り正常に動作することを保証するための、 単体テストを自動化して、リグレッションテストの機会を増やすことが挙げられる。この開発手法は、テスト駆動開発と呼ばれ、リファクタリングやアジャイルソフトウェア開発のようとなっている。AI の発達に伴い、プログラマーの書くコードを AI に監視させ、バグにつながりそうなコードを書いたら、警告を与えて、バグの発生を未然に防ぐ手法もある。 難点としては大量の学習用データとマシンパワーが必要とされている。消費者向けアプリケーションソフトウェアの場合、一般的にはバージョン管理システムと呼ばれる数値で行うことが多い。バージョンの数値が大きいほどバグの修正や機能の追加が行われていることを表す。コンシューマー向け OS などの場合、 メーカーではこれらを定期的に修正した修正プログラムを提供している。基地の問題の修正箇所を個別に修正の実施と未実施を調べる。近年ではバグ管理システムなどに移行している。マイクロソフトでは毎月第2火曜日に自社製品のバグの対策プログラムを発表するようになった。以前は修正プログラムが完成した都度に発表していたが、 ユーザーが頻繁に修正プログラムの発表を調べなくてはならず、修正が行われずに放置されてしまう場合が逆に増えてしまっていた反省によるものである。ただし、すでに実害が発生している場合などは、即時の発表が行われている。他社もマイクロソフトに習って、第二火曜日近辺に発表することが多くなった。近年、ソフトウェアの開発においては、 バグの修正が重要な作業と考えられている。バグを漏らさず修正し、再発を防ぐには、バグの発見日時や発見者、再現方法、修正担当者、修正履歴、修正方法、重要度、テスト状況などの多くの情報を残し管理する必要がある。開発によっては数千という数のバグが発生し、また多数のテスト担当者や、 修正担当者が関わっていることを考慮すると、従来のファイルレベルの管理では追いつかなくなっている。このような背景から、バグを管理するソフトウェアであるバグ管理システムが生まれた。バグトラッキングシステムとも呼ぶ。バグ管理システムは、ウェブサーバー上で動作し、ウェブブラウザ経由でアクセスできるようになっている。また電子メールとも連動し、修正時に、 テスト担当者やバグ報告者にメールが送信されるものもある。主なバグ管理システムにはバグシラや影前などがある。また最近ではウェブサーバーを必要としない P2P アーキテクチャによるバグ管理システムのパピリオといったものも登場した。バグ管理システムはバージョン管理システムと同様ソフトウェアを開発する上での必須ツールになりつつある。 ソフトウェアでバグを出さない最も良い方法は、そもそもバグが起こりにくい開発を心がけることだと言える。バグが起こりにくい環境では、その分工数に余裕が持てる上、ソフトウェア自体の性能も良好になりやすいという性の相関性が見られる。正しい環境の追求は非常に重要な問題である。どのような方法論をとれば、開発過程に歪みを生まないか。 安全なプログラムを書くには、どのような言語を用いるべきか、適切な人員配置とコミュニケーションは、どのように行われるべきか、等々、そのような知見を扱う分野は、ソフトウェア工学と呼ばれる。コンピュータゲームも、一般的なソフトウェアの一つであり、同様にバグは存在する。進行や、セーブデータ保全に影響するようなものの場合は、ゲーム雑誌などで告知されたり、影響力が、 大きい人気ゲームの場合は、新聞でも取り上げられたり重大なバグだと、メーカーが判断した場合は、対策がなされる。ハードディスクなどの書き換え可能なストレージに、インストールする、汎用 PC 向けソフトウェアならば公式ウェブサイト上で、修正パッチを配布することでも対応できるが、メディアから直接起動するのが原則である、パッケージ販売の家庭用ゲームソフトのバグは以前は、 アップデートが困難あるいは不可能であったため、無償で修正版との交換が行われることもあった。近年では、ほとんどの家庭用ゲーム機がネットワーク機能に対応し、またパッチデータを後からインストールする余裕のある大容量ストレージを搭載するようになったため、パッケージ販売のソフトでも PC ソフトと同様に、ネットワークを通じて修正パッチを配布して対応されるようになった。 しかし、発売後に発覚したバグは、再出荷の際にも放置されるゲームもある。また、ユーザーがバグを、裏技や小技として利用することがある。中には、スペースインベーダーの、名古屋内等のように、もともとはバグにより発生した開発者の意図しない、現象であったものが、後に、正式な仕様の裏技として認知されるケースもある。さらに、画面表示が異常になった状態を俗に、 バグルと呼ぶことがあるが、本来は、バグの結果、表示が異常になったものである。他にも、意図的に動作不良を起こさせた状態をバグと呼んだり、異常な形で現れた要素を、バグキャラ、バグアイテム等ということもある。これらは、コントローラーや、本体のスイッチなど利用者に公開されている、操作によって発生すればバグであるが、本体に衝撃を与える、端子を短絡させる、 動作中にカセットを総抜けする電源電圧を不安定にする通して引き起こす。現象をバグと表現するのは適切ではなく、英語ではこのような現象を指す場合はバグではなくグリッチを用いる。非電子系ゲームをコンピューター上で再現する類のゲームの場合、実際のゲームと異なる動きをする場合にバグと呼ばれることがある。多くの場合そういったものはメーカーは バグという表現を避け、異なる仕様があるという説明に留める傾向にある。二次元コンピュータグラフィックスを使った作品は、物体同士の衝突判定や画面表示位置などの座標計算処理が比較的簡単である一方、三次元コンピュータグラフィックスを使った作品は、次元が一つ増えるだけで空間の複雑度が急激に増加するため、 座標計算処理の実装ミスやハードウェアの表示限界などによりバグを引き起こしやすくなり壁と壁の間に挟まりキャラクターが移動できなくなる本来表示されるべきオブジェクトが表示されなくなるなどの不具合現象が発生することが多くなる傾向があるオンラインゲームでは参加プレイヤーのスコアをもとにランク付けや報酬分配をしたり作品内の通貨やアイテムなどを購入するために ユーザーがゲーム本体とは別に追加料金を支払う課金システムを採用したりするものが多い。このシステムにバグが生じることでランキングを不正に操作したり、課金なしで無制限に購入することができてしまったり、するなどの不都合が発生するとゲームとして致命的な問題になるためゲームサーバーを一時停止してでもバグを修正する必要がある。オンラインゲームの中には 利用規約でユーザーがバグを意図的に発生させる行為を禁止しているものもある。これらは不正行為と言われる。バグによって引き起こされた裏技についてはバグ技も参照。ありがとうございます。